ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア SO-02D ドコモネクストシリーズエクスペリア NXSO-02D はソニーモバイルコミュニケーションズ製の NTT ドコモ向けスマートフォンドコモの第三世代移動通信システム端末であるドコモネクストシリーズの一つグローバルモデルであるソニーエクスペリア S の日本国内ローカライズモデルにあたるただし Xperia S, S は NFC に対応するなどの細かな差異があるため完全な同一機種ではない。デザイン面ではディスプレイとキーの間にフローティングプリズムと呼ばれる透明なパーツを配置しており分離しているように見える。メニューキーやホームキー、バックキーのアイコンはフローティングプリズムに記されているが実際にタッチして操作するのはフローティングプリズム上のキー部分である。 グローバルモデルのため、ワンセグ、お財布形態、赤外線通信には対応していないほか、バッテリーの取り外しは不可である。なお、外部メモリには、非対応だが、マイクロ SDHC 対応の USB、リーダーライターが同梱される。プレイステーションサーティファイドが搭載されており、初代プレイステーションのゲームを利用することができる。2月中頃より放映されている。 テレビ CM ではソニーエイリクソンやソニーグループの統一スローガンであるメイク・ビリーブのロゴがなくエクスペリアのロゴだけが出るグローバルモデルであるエクスペリア S ではアンドロイド4.12へのバージョンアップが行われたが本機種では行われていないソニーエイリクソンモバイルコミュニケーションズ A ソニーエクスペリア S ホワイトペーパー ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ2012年1月13日閲覧エクスペリアテレビ CM デュアルダンス編15秒バージョンにより YouTube ソニーエリクソンジェイプ受信時 14Mbps 送信時 5.7Mbps ドコモからのお知らせ Android 4.0へのバージョンアップ今後の提供時期及び提供中の製品について お知らせ NTT ドコモ当初は7月アップデート予定だったが延期となった NTT ドコモより発売中のエクスペリア NXSO-02D エクスペリアイクロ HDSO-03D アンドロイド4.0対 OS バージョンアップのお知らせニューストピックス会社情報ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリア NXSO-02D の 製品アップデート情報をお客様サポート NTT ドコモありがとうございます。